説を書き始める。書店に勤務しながら低予算の劇場プロジェクトの脚本執筆、また指導などを行う。劇場プロジェクトへの参加に続き、イラストレーターとしての活動を始める。ザ・マードラス・マススシリーズ、ホリブル・ヒストリーズ、デッド・フェーマスシリーズなどを含む、約40の児童書にイラストを多数提供。小説家としてのデビュー作、移動都市で、 イギリスのネスレス・マーティーズ賞などを受賞。シリーズ4作目の、廃墟都市の復活でガーディアン賞を受賞。アーサーをここに眠るで、カーネギー賞を受賞した。ABCD フィリップリーブ東京草原社。2021年11月12日閲覧、モータルエンジンズアナウンスドアズブルーピーターブック、オブザイヤー二千三 b b c プレスオフィス六点一二零三 草原 SF 文庫館、移動都市が2007年度星雲賞を受賞。東京草原社、2007年9月5日、ガーディアン・チルドレンズ・フィクションプライズ2006。ありがとうございます。